僕たちが持ってきた企画を説明したいと思います。はい、僕たちが持ってきた企画はこちら、はい、中村王座決定戦。いただきません。はい、はい、もうね、ルールは単純明快です。はい、中村さんと周吾、はい、お二人にやっていただくのはカレーの早食い対決です。ちょっと待って。急でしたね、急でした、ね。そうなんです。中村王座決定戦についてまず説明していいかな。そうですね。中村王座決定戦と言いまして、今ですね、アイドルマスターの中村といえば、もちろん私です。そうですよ。だって14年以上やってますから。こっちとら12年以上中村えり子なんだぞ。でもな、負け3年、3年か5年。僕はいつから中村なんだよ。28年前。そうですね。中村なのはそうですね。アイドルマスターの中村といえば、まあ、えりこさんなのか、しゅうごくんなのか、しゅごんなのか、先生なのか、中村さんなんてちょっとこう紛らわしかったりするじゃないですか。センターだから絶対いいしね。よくそうなんです。そうなんです。しかもね、色も一緒だったりするから、バニリの位置とかで中村、あ、一瞬どっちっていう、あり得るかもしれないですね。だからね、ここら辺 で、じゃあ名前変えなよ。ということで、まあ、ということで、ということで、中村王座決定戦をちょっとお二人にやっていただこうかなと、ということです。中村を決めていただこうと思います。はい、ということは、負けたらどうなんですか？選ばれなかったの？負けたら、まあ、勝利した方は、もう名誉あるトップオブザ中村として、もうアイマスワールド、アイマスファミリーに未来永劫語り継がれることになります。で、負けた方は、負けた方はだからどうなんですか？負けた方は、ほら、もうマリア言ったって。負けた方はもうそりゃだってもうね、そのトップオブザ中村がいるわけですから、あいこさんもしくはな、中国になって中村名乗れないって、まあ、いやだって名乗られたらどっちかしか名乗れないってこと。そういう感じでいきましょう。待って、これ鮮度に謝って。あっちよかったね、私たち中村じゃなくて。本当ですね、よかった。今言ったってからね。まあいつかわかんないですよ、もしかしたら。あと浅見もいっぱいいるから大丈夫。あ、そうですね、大丈夫大丈夫、もう大丈夫。間違わないでほしいな、僕がやりたいって言ったことじゃないので。そうだ、なんかわかんないですけど、はい、で、その勝負を決めるために、しゅうごくんが持ってきたお土産が、はい、お願いします、お願いします。リュウくんが持ってくるのね。こちらですね。待って待って、量違くない？違う、こちら違う、こちらですね。どっちが勝つかな、これ。シュウゴ、どうしよう。やっぱり近くなった方がいい。ちょっと待ってね、シュウゴ。そうですね、ちょっと。で、ここにお前ならいけるよ。え、早食い対決って言ったよね。早食いです。早食いだよ。同じ量ですよね。同じ量ですよね。おいしそう。うらやましいな。いや、遠近法ですか。これ間違いなくサイキックの技だな。ありがとう。シュウゴ最大のタレだよ。でもまあいけるよ、おいしいもん、おいしいから大丈夫だよ。おいしそう、おいしそう。まあ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 、まあ、いいでしょう。遠近法であそこは少なく見えてるわ。そうそうそう、近づいたら目多く見えるの当たり前ということで、はい、こっちもなんかピサのシャトーみたいになってるから。なるほど、実はね。やっていただきますか。じゃ あのやっていただけますか。レフェリー、よろしいですか。ちょっとかけ声お願いします。では仕切らせいきますよ。仕切らせていただきます。いきます。私、アイマスの中村のために頑張る。頑張って、頑張って。シュウゴ、お前の中村のためにやんよ。絶対熱いからさ。シュウゴ君、意気込み大丈夫？あの、先祖のために頑張ります。ではいきます。中村王座決定戦、よーい、スタート。頑張れ、シュウゴ、頑張れ。さあ、両者戦いました。大きな良い勝負です。うわー、これはどっちが勝つかな、わからないな。頑張れ、シュウゴ。シュウゴくんが割と本気で動い、さあどうなるか、どうなるかな。意外と辛い。うわー、こんな量一気に食べられないな。お茶美味しかった。お茶美味しい。あ、よく見たらコップがない、こっち。シュウゴくんが飲めない。大丈夫か、美味しいのかな。ちょっとこだまくんも味見してみたら。俺、中村じゃないんだけど、まず。
ら、バレや、やるぞ、バレや。じゃあ3人で、3人で勝利だ、急げ急げ。ちょっと、あの、足止めを足止めを、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 なんか話題、話題振りちょっと止めといてください。村村です。お願いします。はい、じゃあ、はい、ちょっとじゃあ、ありがとうございます。